こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も単行者の前後百科から前後を選び、その解説文を読んでから、後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、流水寒暖なしです。流れる水は途切れることがない。事物の相続し、転変していく様を流水に託したものです。論語に、死川の上にありていわく、行く者は核のごときか、昼夜をとどめずとあります。それでは今から、流水寒暖なしを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。